はい、こんにちは、こんばんは。大学入学共通テスト2023、数学 2B のベクトルの問題、第5問ですね。それを解説していきたいと思います。まあ、今回はやっぱ選択肢が多くてとても、ちなみにもうこれ答え丸しちゃったんですけど、こういうね、選択肢がまあやたら似たような式がいっぱい並んでて、そこから選ぶっていう、しかも文章も読まないと、ね、きちんと文章も読まないと、ちゃんと選べないっていう、もう本当に、選ぶ方で時間がかかる。ね。まあ今回そんな感じでしたよね、全体的にね。さあ、まあ、問題の方実は解いてみますと、はい、まずは作図からいきましょう。ちょっと今回ちょっと編集してますので、編集して、ちょっと計算スペースをね、多く取ってみました。三角錐 PABC、PABC。まあ、こんな感じでね。PABC。で、辺 BC の中点を M とすると。ね、で、また、角 PAB と、角 PAB、手前の角と。だから角 PAC は等しいんですね。この2つがね。裏側、PAC は裏側の角になってます。で、これをシーターと置く。こちら側もシーター。で、ただし、まあこれ、A 角。まあ普通ですよね。うん。さあ、AM はと言われたら、さあ、ここに AM というベクトルがこう、あるわけですよね。AM は、さあ、この問題見てくださいね。AM を AB と AC で表す。つまり、視点を A にしなさい。もうこの時点で指示が出されてますよ。視点を A にして全て考えなさい。というふうに、もう、この時点で、もう、こう視点を A にするってことを意識しなくちゃいけません。ね、そうすると AB と AC を使って中点だからもう2分の1、2分の1でもうさっと分かりますよね。で、またこれ。これっての内積の定義そのまま書いてますよね。AP と AB の内積、AP の大きさ、AB の大きさもここ本当に AP がこれでね、AP と AB に関してはこれもコサインシータしかないですよね。コサインシータ。まあ、つまり回答欄で言うとこの丸一というやつですね。まあ、こうやって、こういうの書き込んでいきましょう。ね。そういうことで。で、さあ、次なんですけど、ちょっと新たに図を書いてみましょうか。45度。うん、どうしようかな。45度にしちゃおうか、こうね。45度。こうやって書き直すと、45度。というふうに考えてみると、でそして、AP が3ルート2。ね。で、それから AB、AB、PB。A, B, P, B. これが等しいんですね。3、3と。それから A, C, P, C。A, C と P, C。ここも等しくって、同じく、もう全部等しくなるのか。ね。全部これ3です。ね。ということで、まあ、ここは3、3。で、そう3ルート2だから、これって、直角とかな、分かっちゃいますよね。45度だから、直角二等辺三角形か。これがね。うん。まあ、おそらくその辺で直角二等辺三角形って気づいた人が、もしかしたら逆に、それに誘導に引っかかって、最後の問題、直角二等辺三角形選んじゃった人もいるかもしれない。まあ、引っかからないように、誘導に、どういうかな、罠に引っかからないようにね。まあ、そう気をつけながらさ、AP と AB の内積、ね、AP と AB の内積は、もう、見ての通り、AP と AB の内積っていうのは、もうこれ計算すればいいですね。AP3 ルート2、AB3、で、コサイン45度。ということで、パッパッパッと計算して、9ってことがわかります。もうこれこっち計算する必要ないですからね。これも同じになるんですね、きっとね。まあ、信じていきましょう。で、さらに、AM の、AM 上の点 D が、角 APD。AM 上の点、こう、AM 伸ばしていくんですけど、APD イコール90度。はい、AP がこんな感じで。で、90、ここの角が90度って、こんな感じで。なんかこれ、ここの線と平行になっちゃったね。まあ、平行に見えちゃうけど、まあ、90度を満たしているとする。で、この時、AD イコール、こう D ね。AD イコール何々で R。という話なんですけど、もうこの問題は、まさにこの条件だけですから、ね、この条件だけですから、もう内積、P
PA と PD。あ、これいこうか。AP と PD でいいや。ね。AP。あーと、どうしようか。PA がいいかな、やっぱ。視点を揃えた PA と、PD。が、この二つがね、垂直。ということで、PA。PD。イコール内積ゼロ。ということで、まあ、PA っていうのはちょっと一応ね、これマイナス AP なんですけど、で、こっちの、PD の方も AD 引く AP。ね。ちょっとマイナス3を取りましょう。ね。ゼロ、どうせゼロだから。ね、マイナス3取っちゃって。ね、AP で、AP、AD。さあ、AP、AD。さっき、あ、出てなかった。AP、AD 出てなかったね。で、AD イコールって、こう書いてあるから、これをね、AD イコール、KAM と。ね、この5をね、わかんないところ、これを文字で表しておけばいい。で、そうすると、AP、で、AD を KAM と。うん、まあ、こんな感じですかね。こういう感じで。で、AP と AM の、まあ、この AM をあとは、ちょっとバラそうかな、とりあえずね。とりあえずバラしちゃおう。KAP、AM。で、まあ、イコール AP2 乗ってことになるのかな。ね。これマイナスだけど移行して。ね。で、その AP、AP のところが実は、間違えた。AP ではなくて AM のところだね。AP はまあほっときましょう。で、そして AM のところはさっきのこれです。ね、2分の1 AB。で、2分の1 AC。まあ、ここでね、まあ、一応書こうか。ここでまあ2分の1はね、もう前出した方がいいんですけどね。まあ2分の 1K にしましょうか。で、そして、で、AP と AB の内積。はい、ここにあります。Q です。で、今度は、ね、もう2分の1前出しましょうね。こうやってね。前出しちゃえ。ということで、AP と AB の内積。それから AP と AC の内積も Q です。で、AP の絶対値。これ、サザン学、長さが3ルート2だから、サザン学の国18だ。ということは、これ、消えますよね。K イコール2分の1。あ、K イコール2。ということがわかります。だから、この回答欄、この2が入るわけよ。ね。さあ、そしてその続きになるんですけども、このことを受けて、ここにありますよね。この Q を使いましょう。さっき求めた Q を使いましょう。AQ イコール 2AM と置きましょう。という話でスタートします。さあ、これで、カッコ3番ですよ。まあ、カッコ1番、今やったカッコ1番、2番は、そうですね。まあ、基本的な計算、それから内積の定義っていうだけで、それから具体的にちょっと角度を決めて、大きさを決めて、基本的なそういう内積の計算と、さらに、垂直条件。これも内積ですよね、結局ね。内積どこだったかな？これだ。この垂直条件から内積の計算に持っていくという、もう基本的な、問題です。もうほとんどもう条件書いてあるままそのままやっていくだけだ。そんな感じかな。うん。まあ、ここをね、これを K と置くところも意外とポイントかもしれませんね。はい。まあ、続きいきましょうか。さあ、次だ。ということで次ですけど、今度は AQ を 2AM。だからさっきの、後でいこうか。で、PA、PQ が垂直である三角、さっきの PA、PQ でね、これ PA、この三角錐がこうあって、PA、もう一回書くよ。やっぱね、図はね、やっぱ書き直す方がいいと思います。ね、で、カッコ2の場合では、で45度の場合とかね、長さが全部決められてた場合、で、この Q と D は一致しました。ね、Q、AD だったね、さっきはね。一致して PA と PQ は垂直である。まあ、これはもうカッコ2っていうのが、ここにね、目的が書いてあるんですよね。これを調べる。ね、そういう目的として。
BA と PQ が垂直である三角錐というのはどのような形のものなのか、ね、ということでその一例として括弧2を今考えたわけ。45度長さの設定いろいろありましたが、ね、でそしてじゃ あ, あの今この同じように M をこう中点 M そのまま伸ばして2倍でこの辺り、うわまた線が重なるな、まずいかなちょっとまずいね、まずいね、このくらいにしようかな、うん、はい、ちょっと重なっちゃいました、ね、これが2倍ということで、まあ、等しいというふうにしておきましょう。でこれももちろん中点ですから等しいです。だから前の条件かなり引きずってますよ。だから AM は2分の 1ABA プラス AC とかね、そういったことはそのまま引きずりながら、しかもここの角とこの角両方シーターです、ね、両方ともシーターというのもそのまま最初の条件を受け継いでいます、ね、さあその辺 の45度はもう終わりましたからね、ね、カッコ2の場合ですから、それはそこでちょっと頭を切り替えなくちゃいけない。さあ1番、PA と PQ が垂直であるとき、ね、この、これをこの3つで、この3つを用いて表しましょう。さあ、あ、D じゃないんだよ。ここが Q になるんだよね。これが Q です。で、ここが直角です。ということ。だからこれも、先ほどと同じようにね、やっていけばいいだけなんだよ。垂直。今度は具体的な値が全く与えられていない。ね。垂直ってことは、もう何度も言ってるように、ここに書いてあることをね、きちんと読み取って、その垂直条件といえば、当然内積をゼロにしてやればいいと。ね。で、やっぱり視点は A でいきますよ。視点は A。だからマイナス、マイナス AP。で、AQ。さっきと同じことをやるわけです。AQ-AP。ね、で、まあ、マイナス3もいらないよと。ね、で、それから AQ というのが、2AM だから、ね、2AM。さあ、ちょっと戻りましょうか。2AM っていうのは AB と AC です。ね、まあ、図でもわかるんですけど、AQ っていうのは、AB 足す AC ですよっていうことね。AB 足す AC でマイナス AP ということで、これをあんまバラバラにしていくだけなんだけども、 APAB さっきはこの内積が9だったんだよね。でこれはさ AP、 選択肢を先に見ておいた方が良かったかもしれない。選択肢ちょっと、これだったかな。これだね。区の選択、区を選ぶわけ。ね、区はここから選ぶんですよ。で、実はね、もう左側はもう AP と AB とか AP と AC の内積がずらっと並んでますから、まあ、こんな感じで、こんな調子でね、こう、これを一個ずつ順番に、展開していけばいいんだなっていうのは分かります、ね、でちょっと気をつけてほしいのは、この 回答選択肢では絶対値の2乗が内積で表されてますから、そこで、ね、まあ、結局同じことですけどね、これが区の選択肢0番ということが分かるわけです、ね、0番、ね、まあ、そんな感じでここまで来ました。でさらに1に注意すると、さあまた戻らなくちゃいけない、こうやって番号がついてる時にはね、必ずどっかで使いますからね、ね、いやもう当然ですけど、この1に注意して、つまり内積は絶対値絶対値かけるコサインシータ、でこれはもう定義ですよ、注意するも何も、ね、だから、さらに1よりとで AP と AB っていうのはこれが APAB でコサインシータで、この部分も APAC でコサインシータイコールで AP の2乗ですから、 AP1 つずつ消していきましょうね、1つずつ消していきましょう。でこの消してやることによって、
残ったのがこれね、 AB コサインシータプラス AC コサインシータイコール AP の絶対値、大きさね、というふうに3番がここに入るわけ。だからもうやるべきことは全て書いてあります。でここはね、もう本当に忠実にその言われたと言われて、なんか指示された通りにやっていけるっていう、そういう問題なんですよね。計算自体はそう難しいものはなかったかもしれません。ね。で、したがって、ここでね、一つ大事なことが出てくるんですよ。PA と PQ が垂直であれば、ケが成り立つ。ね。逆に、ケが成り立てば、PA、PQ は垂直である。つまり、同値であるということ。この結論として、ここ書いておきたい。PA、PQ が垂直である。すなわち、まあ、同値ってことですから、これね、こういうね、一問一問の最後の結論、この部分はしっかりとね、ちょっと後々聞いてくるはずなんで、こうか。ね、どっかでこれ使います。どっかで使え、ちょっと隠れて見えなくなっちゃったかな。ちょっとずらそうか。あれ、逆だ。逆でした。こんなもんでいいかね。斜めになったから。これが、結局、1の結論。ね。1で、これが分かったわけだ。ね。で、じゃあ、K を正の実数として、K っていうのが、どこだっけな。ああ、そうだ、そう。これはこれでいいんだ。ね。はい、2番目です。ね。正の実数 K を用いて、ね。KAP、AB、イコール AP、AC。とすると。ね、とすると。ね。で、この時何？個が成り立つ。個が成り立つっていうのも、これも選択肢なんですけども、ね、あらかじめ選択肢、実はね、この問題のすぐ下にあったんですけど、ね、全部まとめちゃいました。で、この中から選ぶんですよ。まあ、なんとなくこれかなって、0番、なんとなく想像はつくんですけど、一応やっておきます。ね、これも内積の定義に従って、AP、AB、コサイン、シータ。AP、絶対値、AC、で、コサイン、シータで消えます。だから AP も消えます。ということで、KAB の絶対値イコール AC の絶対値と。ね。これで、まあ一応選択肢はこれが確認できました。こうなることが分かりました。ね、さあ、こっからが、まあこの結果を利用してさらに、どこだったっけ？そう。この辺のちょっと図の部分になっていくんですけど、B から直線 AP に下ろした垂線。B から AP に下ろした垂線、まあ、こんな調子ですかね。ね。これ B' で、同様に C から直線 AP に下ろした垂線。C'。あえて変な図にしてますよ。とする。この時 PA と PQ が垂直であることは、PA と PA 垂直であることは何々であることと同値。先ほどのこの必要十分ってやつね。この辺大事なところなんですよ。で特に K イコール1の時には、同じようにこれであることは何々であることと同値であると。この同値という言葉はちょっと気持ちだかな。ちょっと意識だけしといてほしい。ね。さあ、で今からやるんですけど、いいですか？ PA と PQ は垂直っていうのはさっきここで出てきました。1番。ね。PA と PQ は垂直であることと、これは同値です。ね。だから、この後半の部分は、ここに、今のこいつを掘り込んでやればいい。いいですか？この時ですからね。この時って書いてあるわけだ。この時。だからこれをここに入れてみます。ね。まあ、AC で代入した方がいいかな。ここに代入すると。いいかね、ここで。そうすると AB コサインシータプラスで、これが AC とか KAB
コサインシータ。で、イコール AP の大きさ。で、これね、実はね、これが AB' ダッシュなんですよ。ね。これイコール AB' ダッシュ。で、これが、これも同じく。だから、A プラス KAB' ダッシュ。ね。これもね、イコール、まあ、ちょっとベクトルも省略します。ね。AP。長さだけいきますから、こういうふうな感じで、1プラス KAB' ダッシュ。イコール AP なんです。ね。で、実はこのね、この差の部分なんですけど、選択肢がやたら文章で書かれていて、まあなんか比喩を求めなさいという問題なんだよね。比を求める問題になってるわけですよ。中点であるとか。ね。B' C' はどの位置にあるか、どのような位置にあるかっていうのを比で表しなさいというのが、まあこの差の部分なんですよね。だからじゃあ比を使うんだったら、やっぱ僕は分数がいいかなと思います。AP で割って、で、これで割ってと。こんな感じになるんだよ。ね。これ何を表しているかっていうと、AP を、ね。AB 対 AP が1対1プラス K。ね。AB' 1対1プラス K。ってことは、ここは K になりますね。ね、K になるんですよ。ということで、実は、ここで、さっきの選択肢で言うと、B' は AP を1対 K に内分する。これですね。B' が、これ違うな。B' は、が線分 AP を1対 K に内分します。これも実はあるんですけど、1対 K 出てくるんですけど、ね。で、もう一つの方。もう一つの方も、ちょっとやってみましょうか。で、ここなんですけどね。ここには、今度はここにね、K をかけてやる。両方ともこう、K をかけてやる。で、そうすると、KAB' って実は AC' なんですよ。ここで分かってんですけど。ね。これはまあちょっとダッシュついてないですけどね。ダッシュないですけど、ここにコサインつければ。ここにコサインをつけてやれば、だからこれが AB' と AC' ですからね。だから KAB' イコール AC' こういうことが言えるんだよ、ね、だからここにね、これを K 倍する、両辺を K 倍する、そうすると AC' と AP の関係が同じように、うーっと待てよ、これはみ出してるかな、もしかして大丈夫、大丈夫かな、うん、まあ大丈夫ね、どこに書こうか、ちょっともう一回ずらそう、もう一回ずらします。左の方はもういいね。はい。もう一回ずらします。AP。ね。AC' と AP。AC' 対 AP。AC'。C' 書こうか、適当に。で、それが K 対1たす K。K 対1たす K。映ってんのか、本当に。ね。ってことは、ここ K で1たす K だ。これ K。あ、1なんでね。だから、さっきの逆の比になるわけよ。ね。さっきは1対 K だったのが、今度は K 対1になる。ということで、選択肢からは、こっちの K 対1。色変えようかな。こっちにしようか。ね、C' の方が K 対1に内分するんだということが、ここでわかります。ね。さあ、いいでしょうか、こんなあたりで。ね、これで4番が、そこに、4番が、答えということになるわけね。丸4。で、その一つ前は0だ。0だったな。うん、ちょっとごめん。この辺ごちゃごちゃしちゃったけど。いいですかね。さあ、最後の問題です。で、特に K イコール1の時、1っていうことはこれ1対1だよね、これ。1対1ってことは B' C' が全く同じで、K イコール1の時はどうなるかというと、BC、B' C' ともに、AP の中点です。で、そこで僕がおすすめしたいのは、これ展開図がいいと思います。展開図。ね、P をてっぺんに書いて、これ A を真下に書いてね。さっきからこの PA って縦に書いてるのは、そのつもりで、ね、やりたかった。うわ。
大丈夫？映ってるね。OK、OK。で、そして P があって、でこの PA を縦にこう書きます。で、両側に書くシーターで、こういうふうに、あの、羽を広げたように、左右対称に、こう書くシーターで、ね。この AB、AC があるわけよ。ね。で、その時に、B' C' が共に AB、AP の中点ってことは、ここです、ここですよね。ね。これ等しいわけ。ね。で、そして、じゃあ元々の A と B はどこかというと、あ、C か。C ここなんですよ。垂直に。ね。AC コサインシータがこれだから。ね。AC コサインシータ。これがね。で、AB コサインシータ。これもこういうふうな感じ。ここに B が来る。ちょっと左右対称になってないな。対称になってないけど、実は、これ角シータが同じですから、ね、角度が同じですから、これ左右対称な図になってます。ね。AP について対称な図。でしかも B'C' は中点だから、ね、このままこれ結んでやるとどうですか？二等辺三角形になりますよね。しかも全部同じ長さ、これひし形なんですよ結局、ね、じゃあ選択肢にそのひし形って言葉が出てくるかっていうと実は出てきてない、出てきてない、ね。まあ、結局この計算結果からこういう状態になることが、まあ、展開図とね、展開図を書いてみたらいいです、ね、こんな感じが分かるんだよということで、選択肢さあどれなのかなってことで、正三角形じゃないよな、60度なら正三角形だけど、でこの2つが今度は角 PBA、 ここね、この角は分かんないしなとか ね、だってシータ分かってないんだからね、いい？だから前の問題ちょっと引きずってるとちょっとこの1を選んだ人ももしかしたらいるかもしれないね。どうかな、ここ45度のやつがさっき2番であったよ ね。でこれ実はこれなんです。でこの2つの三角形が BB イコール、ね、BP か、 BP イコール BA から CP イコール CA の二等辺三角形である、ね、で合同というのも、あ、確かに合同だと思うんですけど、実は合同だとこれは十分ではないんです。さっきの同値ってのがあったよね。必要十分ってことだから、合同であるだけでは十分ではない。まあ、あくまでも二等辺三角形で、しかも底角が同じだから。ね。底角が同じってことは確かに合同なんですけど、ね。いいですね。こっちの三角形の底角、こっちの二等辺三角形の底角。等しいですから、全くの合同です。ね。なんですけど、合同だけではなく、等しいってことがすごく重要になってきて、ね。こちらが、正解ということになります。まあ、AP イコール BP はもう BC か。AP イコール BC はもう全然問題外ですね。正方形だったらそうなるかな。でも正方形なら1番と同じになるか。なんか微妙。で、さ、まあ、これで一応終わったんですけど、こういう選択肢を見るとなんかクイズ慣れしてる人って、ね、こう全て三角形を比較してるわけね。2つの三角形についての記述があって、で最後だけ全然違う話があるから、もうこんなん論外だろうっていうふうにすぐ削っちゃう人も中にはいるかもしれない、ね、問題を解かずに答えを予測するっていう、でこれ正三角形っていうのはこれ角が分かってないとできませんからね。角度何も分かってないわけだから、まあ、長さが全部等しいとかそういうのもあるのかな、ね、でかなり厳しい条件として、まあ、直角っていうのも、直角二等辺三角形も結構厳しい条件です。一番緩いのがこれです。一番緩い条件が二等辺三角形、ね、あ、これか、合同が一番緩いのか。合同が緩くて、まあ、両方二等辺三角形、合同な二等辺三角形、合同な直角二等辺三角形とか、そんな話になるのかな。まあ選択肢だけで問題を解くなんてね、裏技集なんかが昔本がありましたけど、問題を読まずに選択肢を見ただけで答えが分かるって、そういう人も中にはいるようですが、まあ一応計算したらこんな感じですよね。はい、今回の問題は本当にね、解いてみてなんかね、まあもちろんいつもだけども、前の結果をね、一つ前の結果を拾い集めながらね、こういうのをいろいろ拾い集めながら最後の問題に
入っていくというそういうタイプの問題、まあ、これからもこういうのは続くと思いますね。はい、ちょっと時間長くなりましたが、ぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。